この日のために温存しておいたこれ、人間が死にかけてまで運ぼうとした玉もきっと希少価値のあるものに違いない。ものすごい珍味で美味かも。ということでいただきまーす。さすがにこの大きさだから頑丈だな。しかしこの私はただの雲にあらず、元人間様の知恵を見ろ。こうしてこうしてこう、そしてこう。マジか、あった、何でできてんだよおい。これぶつけて割るのは厳しいな。それにしてもこれ何の卵だろう。卵、それじゃわからんってば。